ナンバー、愛の三人の新しい挑戦、個人的な生活とプロフェッショナリズムのバランス、岸くんは契約家で、一人暮らしには十分な広さの部屋を選んでいます。それでも岸くんにはぴったりの場所なのでしょう。ナンバー、愛の三人は、現在、プロ意識を持って活動し、順風満帆に成功を収めています。彼らの人生は、スキャンダルからは遠く、常に自分たちの目標である海外進出を目指して努力しています。 しかし、彼らの個人的な生活についてはあまり言及されていません。ファンとしては、彼らが住んでいる場所や日常生活に興味を持ちますが、彼らのプライバシーを尊重する必要もあります。素晴らしい成果を収めているナンバー、愛の3人ですが、彼らにはそれぞれ個別の生活スタイルがあります。例えば、岸く君は契約家で、一人で暮らすのに十分な間取りの家に住んでいます。都内の家賃は高額ですが、 彼は賢く節約しています。しかし、住んでいる場所が特定されることでファンが押し寄せたり、迷惑行為に悩まされることもあります。ファンとしては、彼らのプライベートを尊重し、見守ることが大切です。家は本来、一番落ち着く場所ですが、ファンが彼らの住まいを知ってしまうと、押し寄せたり、迷惑行為につながったりして、かわいそうです。ファンの皆さんには、そっと見守っていてほしいと思います。 彼らのプライバシーを尊重しましょう。岸くんは倹約家で、一人暮らしには十分な広さの部屋を選んでいます。都内の物価は高く、家賃も6万円程度では防音は期待できませんが、笑い、それでも岸くんにはぴったりの場所なのでしょう。ナンバー、愛の3人はプロフェッショナルとしてのキャリアを重視しており、海外進出に全力を注いでいます。 彼らの熱意と情熱を考えると、個人的な生活に関してはあまり深く掘り下げることはできません。彼らはアーティストとして成長し、自分たちの目標に向かって邁進しているのです。例えば、紫輝くんが行ったお店で同じ席に座り、同じメニューを注文するファンがいることがありますが、それは彼らへの愛情表現として捉えることができます。彼らが住んでいる場所はファンにとって魅力的な存在です。 彼らの住所が明らかになれば、ファンは彼らを応援するためにその場所を訪れたくなるでしょう。しかし、彼らは自宅でリラックスしたいという願望も持っています。以前のインスタライブで、家に来ていいというコメントに対して、絶対に来ないでくださいと答える姿勢を見せたことがありました。彼らは自宅でゆっくり過ごしたいのです。彼らが住んでいる場所についての情報は、ファンの中には不安を抱く人もいます。 個人情報の保護と安全のために、彼らの住所や詳細な情報を公開することは避けるべきです。彼らは芸能人として活動していますが、プライバシーを尊重することは私たちファンの責任でもあります。岸く君は、軍曹王の場所に住んでいれば十分ですが、やはり好感が持てる人物ですね。ジン君と紫輝くんは引っ越しをしていたのですね。場所が特定されてしまうと、芸能人とはいえ、 情報の漏えいが心申し訳ありませんが、私はナンバー愛というアーティストやメンバーについての情報を持っていません。また、個別の芸能人の住所やプライバシーについての情報を提供することはできません。私は一般的な情報やアドバイスを提供することができますので、他の質問やお手伝いがあればお知らせください。ナンバー愛の3人は、個人的な生活とプロフェッショナリズムのバランスをとりながら、 成功を収めています。彼らのファンとしては、彼らの活動を応援し、インターネット上でのサポートを提供することが大切です。彼らのプライバシーを尊重し、彼らが安心して活動できる環境を作りましょう。